衆を欺けなんて頼まれたらよ。頼んじゃないよ、これは下地。まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一人前の臆病者なんだから。金はやったろ。まあ腐った酒売ったのは悪かったけどさ。怯えながら暮らしたんだ、一月も。一月も？借りは返しな。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、鷹を阿佐浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ、道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口に合ったようで。もっとよこせって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ？歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか？アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな、任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。ナースだ、ナース。ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は？いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです、静かに。まさかうまくいくなんて。ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。
タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろ。分かってる。この上見て、門のそば。あれが一折りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。追うぞ。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから行くぞ。댄 네게 뭐 했어? 너는 또 비행 네게 올려 훈. 오이 도스타. 카즈야노 타카という男. 手を抜いてるぞ. 粗悪なものしか作ってない. やはりね. 타카가 있는. 他に 카즈야가 있나이. 와시だって 카즈야다. それに あいつより腕がいい. 二人分の 飯はない. だから 타카を 殺す. だが お前も 気を抜くでないぞ. あの野郎め、タカがやられる。兵が大勢おるが。人売りを見失う。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。この前殺された連中と違って俺は逃げ切ってやる。ямар нэг юм харуу танд харагдахгүй л бид та
ならもたるキャダコへ。一人だ。逃がさないよ。テンドゥエン。ベンネコール。休ませてくれ。だから。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに民家。ではそこから出るぞ。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。撒いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。
死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように？命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、